まあ、両方チームともあのやっぱりインスリーで少し、はい、守備のところ強化しましたね。風間光也中に入れた。そして河井田打てる。シュート来た。先制 FC 琉球。河井シュートが決めました。この点を取った後もそうですし、はい、まあ、唯一その飲水タイムの前ぐらいのところまではちょっと緩かったですけど、はい、池田のシュート来た。2点目が入りました。遠目から狙ってきました池田蓮、今シーズンの4ゴール目。そしてサイドへ黒崎、いいクロスを持っていますが、西谷勇気に任せる。ヘディングシュート、柳、栃木先制点。その柳がここにプレッシャーが来ています。おっと田中俊也、大前、左も来た。加藤純也、青木のヘディング。先制はザスパクサツ群馬、青木のドンピシャのヘッドです。ショートカウンターではめて取って、そして決め切りました。お前に出る、林、パス、お前、林だ。中央にボールを入れてきました。ここは松本ディフェンス、橋内が対応しようというところを斜めからかっさらっていって、チャンスになる山下。先制ベルディ、山下亮也、今シーズン8ゴール目。前半の11分、陣内に突破できるか。ただ鈴木が奪う。ボールを運んでいって中塚川、追いついた松本、1対1。塚川今シーズン9ゴール目。山本浩介から上原、今度は岩田が少しずれて一気に裏を取りました。ここはうまく対応したいところですが、ボールを奪ってあとは流し込むだけ。ジビロ岩田、先制を許して町田、安藤瑞希がゴールを奪いました。奥山対応、ジョン・チュン軍縦につけて安藤、パスを送った。ここは倒れてしまってチャンスになる。シュートを狙って流し込んでいきました。ここも安藤、平戸の関係性。平戸今シーズン10点目ということになります。前にはスペース、ドリブルしている小川大輝、右には吉永、左に大森、大森選択、中複数人の選手入ってきて大森狙う、こぼれてシュート流し込む。ゴールを奪ったのは大井です。2対1、大井健太郎が高い位置にいました。アディショナルタイムは4分、ボールが入ってくる、決めた。岩田同点に追いつきました。上原がクロスに右足を合わせました。アディショナルタイムに入ったところで上原力也のゴール。一緒に飛びついたのは藤田義明でした。大石はああいう動きの中でボールを引き出したいっていうところでね、はい、交代回路っていうところはあると思いますね。さあこちらは島津から、島津前を向く、一気にシュートに行った、サイドネット、先制ゴールは金沢。いや振り抜きましたね。中央はやっぱ体硬いですね。石光から八千代、中には5人の選手、先頭こぼれたところ、もう一度先頭、これがゴールラインを割ったかどうか。はい、取れますね。ゴールの判定、京都同点。
最後先頭ですかね。アディショナルタイム、マイケル・ジェームズがクリアしたボール、さあ右サイド、河合、田中、パウロ純一、ここにいます、左足で中に入れてくるが、このボールは追いついた、安西が落として流し込んだ、最後は背番号11番高井和馬。後半21分、高井和馬キャリアハイ11点目、今シーズン11点目で山口がついに先制点。ボランチがポジションを外してしまうとね、鈴木徳馬のところのポジション空きますから。なるほど。さあサイド、右サイド、浜下が低いボールを送っていく、ヘディング決まりました、徳島が先制に成功しました。柿田のゴールです。前半の21分、先制に成功したのは徳島。そしてグローリは3得点をこのコーナーキックから上げているという得意とする形。サラモンソンが入れてくる、ニアサイド、スラスダート、グローリ詰めた、決まった、最後混戦の中詰めて決まりました、先制点。いや、前半のアディショナルタイムは2分です。フアンマー競り勝つ、遠野が先に触る、遠野の左足、決めた、遠野2点目、福岡左足振り抜きました、3試合連続、決めたのはエース遠野大也。北九州、さあ今度は北九州早く攻めたい、鈴木リサロとどういう風な連携を取るか、中央スルーパスに対してこぼれてます、シュート打った、決まりました、いい形、北九州先制、高橋のゴール。今日が今シーズンホープ最終戦、中央へディサロヘッド、得意の形ですね、素晴らしい、コーナーキックから決めました、今シーズンの18ゴール目、2対0、北九州前半に欲しかった追加点。そしてまた池本の背番号11を、まあ、やはりあの中央のところに縦パスが入って、ダイレクトが続くと甲府のディフェンスっていうのは対応しづらいですよね。カヨセザールの右足、ポスト決まった、先制はホームの長崎、カヨセザール今シーズン6ゴール目、見事なミドルシュート。アウトスイングのボールを蹴っていきます荒木、ゴール前に7人の選手がいますが、ファーを狙っていく、ヘディング決まった、同点に追いついた甲府、決めたのは15番の中村、中村選手ですね、はい、1対1、追いついた、ゲームを振り出しに戻しました甲府。